それでは野菜作りの仲間紹介です。こちらクッシー、こちらビッキー。クッシーはね、何もロッカーって言ってもギター振り回してるだけじゃないですよ。野菜を作り続ける人、信念を貫いてやり続ける人、かっこいいね。こちらビッキー、ビッキーは野菜の妖精。有機農法で作った美味しい野菜を食べ続けることですね。これね、作った方、立川にいるアーティスト、無理って作ってもらいました。有名な方ですよ。バーシーマーヤーさん、命を吹き込んでもらいましたよ。本当にありがとうございます。それでは、この3人で頑張りますのでね、よろしくお願いします。はい、次は枝豆です。向こうに行くに従って小さくなってますけど、これはね、わざと時間差で植えたんですよ。枝豆ってね、今までやってみてせーので一斉に収穫なので食べきれません。なのでこういうことになってます。まあビールのつまみのために作ってますよ。甘みがあってすごく美味しいです。育て方簡単ですよ。いかがですか、どうですか。ラディッシュ、こっちから手前からバーッとあっち先まで、これラディッシュですよ。紹介します。これがパセリね。バジル、これ西洋パセリ。リーフレタス、あれなんだ、ピーマンあります。これも美味しいんですよね。4週間ぐらい前に種まきました。もう食べれるのもあるはずです。でもね、鳥じゃない、虫の糞とかあるのでね、虫いるんですよ絶対。ほら、大体いるのよ。これがモンシロチョウの幼虫。言いますか、どうですか。でもね、私虫も殺せません。なので道に捨てます。捨てました。あとのことはね、もう考えないですね。まあ不慮の事故になるでしょう。ちょっとね、探してみたいと思います。今あると思うんですよね。見てくださいよ、ほらラディッシュ美味しいですよ。これ20日大根ですよね。3週間、楽しみです。それでは、はい、次はほうれん草です。これも4週間前に種をまいて、もうだいぶ出ましたね。間引きしながら少しずつ、もうちょっとしたら食べれるとこになります。最後に畑紹介します。どうですか、これぐらいあったらすごい楽しめますよ。向こう側にあるアジサイ、これもですね、お客さんからもらって挿し木で育てました。3年目でやっとここまでになったんです。これ小さく咲いてるマリーゴールド、これもですね、去年買ったやつの種から勝手に生えたやつですね。綺麗ですね。そして最後紹介します、アスパラですね。もうね、100本ほど食べました。すごく美味しいです。まあ串引き農園上半期全般紹介しました。ありがとうございます。いかがでした、串引き農園発表会。今日採れたラディッシュとナスです。野菜の作り方もね、よく聞かれるんですけど、肥料も水もやりません。自然に全て任せてます。やっぱりね、私たちがいて自然があるではないんですよね。自然があってこその私たちです。本当にね、いい健康野菜食べて今後長生きしたいと思いますね。本当に今食べるということをね、もう一度よく考えた方がいいと思います。何を食べてるか、その人の本質が決まるでしょう。それではまた1ヶ月か2ヶ月後報告したいと思います。エヴァだ。